こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はるきです。よろしくお願いします。もうすぐ2ヶ月ですけど、今1ヶ月です。で、はるきくんを今日はお招きして、1ヶ月検診の時に、ドクターが確認する原始反射についてちょっと協力してもらってやってみたいなと思います。こんなことを1ヶ月検診では見てるんだよということね。はい、前編の動画ありますので、こっち先に見てくださいね。1ヶ月検診の説明してますからね。で、原始反射、はい、やりましょう。頑張らんでええよ、適当でええよ。はい、では原始反射というのは何ぞやということなんですけど、これは赤ちゃんたちが生命維持をするためにみんな先天的に生まれ持ってるその反射なんですね。で、これは長くは続かず、まあ、せいぜい 2,3 ヶ月から6ヶ月ぐらいでどれもこれも見られなくなるという、すごく貴重な反射たちなんですね。で、1ヶ月検診の時にこれチェックするのは、この原始反射があるということは赤ちゃんの神経系、はい、脳からね、指令を送ってで、この運動器を動かすという部分ですね。そこの部分がちゃんと動いてるよっていうことの指標になるので、原始反射は必ず1ヶ月検診でチェックします。で、今私縦抱きにはるきくんしてるんですけども、まだ1ヶ月だと首は座ってないんだけど、でももうこの子もあんまり首をこうやって支えなくてもなんかもういけそうな感じになってきていますよね。たまにこうグランってするけど、しっかりしてきてる。新生児とはやっぱり違う。この辺もこの筋肉の緊張度合い、ダラーンって落ちないでしょ。この腕の緊張度合いみたいなね、こういうのも筋肉の緊張度合いが緩すぎひんかな、強すぎひんかなっていうのを見たりします。あとは足ですね。足もね、適度にいい感じに曲げてくれてて、ドラーンとはしていないね。この辺りも筋肉の緊張度合いチェックポイントになってきます。はい、では原始反射いきますね。やってくれるかな。はい、まずモロー反射いきます。頭を支えてポンと落とした時に両手をこう広げる。もう一回やってみようか。持ち上げて、よいしょこう両手をふわって広げるんですね。これモロー反射って言います。これひどい子は自分のしゃっくりとかおならとか光とか音とかでもブワってモロー反射が出てしまって、夜中に起きてしまったりとかで悩んじゃうママがいるんですけど、そういう場合はおくるみで巻いてあげるとちょっと落ち着くんですけども、巻き方なんですけどね、よくおひな巻きとか言ってぐるぐるに巻く巻き方があるんですけど、この手足をギュッとしちゃうとモロー反射出にくくなって、確かによく寝てくれたりっていうのもあるんですが、1本目の動画で説明した股関節脱臼っていうことを考えると、このお首の中で足がこうギュッと縦にこうなんていうの、まっすぐになっちゃうと脱臼の恐れがあるので、必ず中でこう曲げてほしいです。曲げた状態でくるんでほしいのね。この辺もギューってしまっちゃうことがあるんですけど、締めちゃうと落ち着くんですけど、これやっちゃうとこの赤ちゃんの横隔膜とか胸郭、胸の辺をねギュッと圧迫することになって、呼吸がしづらいっていうことがあるんですね。なので、寝てくれるためにはギュッとくるんだ方がいいんですけど、股関節脱臼と呼吸っていうことを考えると、まあちょっと考えながら巻くっていうことを心がけてもらうといいのかなと思います。ほら、手広げたら分かりました。これモロー反射ね。はい、これチェックします。で、次、ハーク反射。マシュマロで肌と心に優しさを。はるきくんのお手手。これパーしてくれ。はい。よいしょ。私が手を入れると、こうやってギュッと、ほらギュッと握ってくれ。これギュッと。ハーク反射ですね。これ猿の名残。何かに捕まると結構な力で握ってますよ。ギューって。はい、これハーク反射。で、これ足もやるんですね。足もね、同じようにいきますよ。ほら、ほら、ギューって。足もこれハーク反射。足はね、これハーク反射。でね、このかかとの方からね、ギューって刺激をすると、ほら、ガッて開いたの分かります？ほら、これハビニスキー反射って言います。これハーク反射ね。で、こっちからほら、よいしょ、ほら開けた。これハビニスキー反射、これもチェックしますね。はい、これ手足のハーク反射で、次はお口の周りに、はい、ほらあ、痛い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 。こっち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 。こっちがいいか。この指にツンツンツンってした方にこうカーってこうかぶりつきに行こうとする。はい、これ探索反射って言います。で、今ちょっと指あれなので入れませんけど、指を口の中キュッて入れた時にキュッ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 って吸ってくれる。これ吸節反射ね。おっぱいを吸おう吸おう吸おうって大きくなろうっていう反射。はい、これもチェックしていきます。はい、次はい、じゃあ首をこっちに向けますね。こっちに向けた時にほら、はい、こっちの足曲げました。こっち伸びてます。こっち曲げてます。はい、反対いきます。こっちに顔を向けます。そうすると、こっちの足は伸びて、こっち曲げます。これ、はい、これ緊張性反射って言って、体を正しい位置にキープするために、首向けた方の手足を曲げて、反対側を伸ばす。こっち向いたらこっちが曲がってこっちは伸ばすっていうね。これで体勢を維持しようっていう緊張性反射。はい、しっかりやってくれてね、ありがとう。はい、こういうのを見ます。次、よいしょ、歩行反射。よいしょ。ほら、ほら歩こうとしてるね。ほら、歩行反射。二足歩行をしようっていうね、歩こうとする反射ですね。はい、これもチェックしていきます。はい、次ですけども、よいしょ、仰向けにして、で、これ3、4ヶ月検診の時にやるんですけど、手を持って、ほら、まだ首座ってないから首ついてこないよね。ね。はい、だけど、一生懸命ついてこようとします。いくよ。よいしょー。あ、結構ついてくるね。しっかりしてるね。はい、これでこの筋肉の緊張だらんとしてるのか強すぎないかっていうのをチェックしていきます。次、うつ伏せにしてで、3、4ヶ月検診なんだ。これ首がしっかりついてくるからね。はい、この状態にしてよいしょ、お腹を支えます。はい、首は上げようとしている。例えば脳性麻痺とかね、筋肉の緊張がすごい激しい子っていうのは一直線になるんですね。これで、正しい筋肉の緊張度合いがあるかどうかっていうのをチェックします。もう一回やってみますね。立ち上げます。よいしょ。ね。はい。ちゃんと曲げてますね、足はね。はい。はい。よいしょ。はい、ごめん。はい。このように1ヶ月検診では原始反射っていうのをドクターがダラといちいち説明しませんからね。こういうことをドクターの診察の時に赤ちゃんの神経系の発達っていうところでチェックしています。可愛いからね、ついついいろいろこうね、試してみたくなるんですけどね、ぜひね、お家でも今の動画参考にしながら1ヶ月2ヶ月の赤ちゃんおられる方ね、やってみておーって言って。はい、こんなん動画に撮っとくとすごく思い出になるかなと思います。まあ半年ぐらいだともう全部見られなくなるからねって考えたらものすごく貴重なんでね、是非原始反射楽しんでみてほしいなと思います。はるきくんありがとう。はい、12人産んだ助産師久子とはるきの子育てチャンネルまた次の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。あ、ミルク吐いたバイバーイ。マシュマロポメロはあなたと、そしてあなたの大切な人の健やかな笑顔、そして豊かな人生の追い風となること、一途な思いを込めて作りました。私がこだわって作った商品の購入は概要欄またはこちらのリンクからどうぞ。